ゼルダの伝説、知恵の借り物、縮めて知恵借り、こちら皆さんプレイされておりますか？いかがでしょうか？ようやく発売となりました。そして今この動画出る頃にはすでにクリアされてきている方もちらほらですね、出てきているのかなと思いますので、ぜひ皆さん初日の感想でも良いし、クリア後のね感想でも良いし、このゲームをプレイしてみてどうでしたか、ぜひコメント欄でお願いいたします。そして客観的なまあ評価としましては、難しいけど面白いとか、やめ時が分からず中毒性があるとか、傑作であるとか、で、あとはですね、ブレイワイとかティアキン、まあそちらの方をですね、踏襲して新たな作品を作ってほしかった、なんでこういったビジュアルなんだっていうことが発売前にね、一定数言われておりましたが、ただ先ほどですね取り上げた通り、実際買ってみてプレイしてみたら普通に中毒性があって面白かったみたいな、これもこれでありだなみたいな、そういったことが言われていて、さらに続編もですね待望されていたりとか、これって DLC で新たなフィールドとか追加されないのかっていうことが言われていたり、まあかなりですね、評価が日本では高いのかなと思います。メタクリティックのメタスコアも別途出ておりますが、まあそこでもですね概ね高評価ではありますが、ただ海外のメディアはちょっとね辛口で、まあ従来作品と比べるとちょっとクオリティに欠けるとか、まあそういったところの類のことかな、そこら辺の感想などが結構記載があったのかなと思います。まあそういったところで、メタスコアについても、まあ確かにティアキンとかと比べると、ブレワイとかと比べると、まあちょっと比較的ですね、低くなってしまっておりますが、まあそれでもね、初日のメタスコアは86点だったんで、まあ悪くはないのかなと思います。まあそういったところで、このゲームで結局面白いのかどうかみたいなところで購入しようかどうか迷っている方もいるのかなと思っていて、まあ特にね、ここ最近は新たなゲームがラッシュで出てきておりますので、突然ね、本当に新作ラッシュを、毎月のように複数のゲームが出ていて、で、特に直近だとマリオ&ルイージ RPG とかも出ておりますから、まあそちらの方をプレイするわっていう方も一定数いらっしゃるんじゃないかなと思っていたりします。ただね、最初のガノンで意外に積んでる方が多くて、多分ここのなんかチュートリアルみたいなところかな、ここでね、結構やられましたみたいな、失敗しましたって方多いんじゃないかな、どうでしょうか。まあこれは結構出落ちですよね。マジでみたいな。意外にこれ難しくねえかみたいな。まあ逆に言うとね、ここを乗り越えると、まああとはね、まあ簡単っていうか流れ作業というか、まあやっぱり従来のゼルダと比べると、難易度的にはそんなに難しくはないので、まあここには難しいけどって書かれてるけど、まあそんなにね、このゲーム難しくないです。はい。まあ正直誰でもね、遊べるというか、まあ小学生から、女性までね、普段ゲームをやらない方でもね、遊べるような代物となっておりますので、まあ個人的な見解としては、まあ従来のゼルダと比較して、まあそんなに難しくないっていう、まあそういった言い方が正しいかなとは思いますね。でまあ面白いのかどうかで言うと、まあ個人的な見解としては、まあ誰でも楽しめるようなゲームになっています。一方で、このゲームに関しては、結構癖があるというか、まあ謎解きはね、思ってるより簡単、難しくはない。なんかシンプルなんですよね。で、その借り物ってできるんですけど、このゲームって。ただその特定の借り物ばっかり使うみたいな。確かね、2、3個ぐらいの借り物だけでこのゲームクリアできるんですよ。なので他はね、正直プラスアルファというかウォント的な借り物となっておりますので、なんかその絶対に借りないといけないものさえ押さえておけば、割と簡単にクリアできたり、あとご利用しが効いたりするし、で、いくつもね、ルートがね、用意されていたりするので、なんかそんなにって感じかなと思います。で、戦闘面についてもそんなになんか難しいわけでもないので、ここのところもですね、そんなにって感じかなと思いました。一方で、辛口モードですね。そう、これはね、結構鬼畜で、辛口モードにすると一気にハードルが上がりますので、まあ、そこのところだけ注意かなと思います。辛口モードは選んだら戻せないようにしろよと。
最後の最後だけ辛口にしてクリアと、最初から辛口でクリアと同じ扱いになるのはもやっとするわみたいなことが言われていたり、まあ別に個人的にはさ、このゲームってソロゲーじゃん、別になんかどうでもよくねって思うんですが、これ自分だけでしょうか。別にどっちでもよくね、なんかそれって関係あるんだっけ。別に関係ないよね。控えめに言ってクソおもろい、女神像が邪魔で着替えが見られぬ、あとインパ強すぎ、お前を貸せや、十字キーだけじゃなくて L でも借り物変えられるのか、こっちの方が便利だな、まあそういったことが言われていたり、まあ結構ね、やり込んでる方もいるのかなと思っています。ただ本当にね、ベッドがね万能すぎるんだよな。そういえばベッドが万能っていうか、その万能なものと万能じゃないものの差が結構激しいんですよね。まあ今回は、ゼルダが主人公となっている結構珍しいゲームとなっていて、まあ今まではねゼルダの伝説って銘打っていても、実態としてはリンクが主人公みたいな、まあそういった状況ですので、まあそれを考えると、まあ意外にねゼルダが主人公っていうのは新鮮なんですよ。うん、まあ個人的にもね、なんか、まあ、知恵の借り物の続編っていうのは、ちょっとその、飽きが来るというか、これはこれでまあ面白いんですけど、他の作品に展開した方がね、売れるかと思いますので、なんか次はね、他のもうちょっとね、ひねったような作品とか、アクションに全振りしたような作品が良いなと思いました。はい。これ半分ポケモンだろう、めちゃくちゃ楽しいわ、面白すぎ、みたいな、なんかそういったことを言われていたり、で、あとね、ちょっとこれ、他の動画でも取り上げようかなと思っていましたが、ファミ通のクロスレビューもね、今回出ておりまして、ただそのクロスレビューがね、低いということで、かなり話題となっています。で、点数がね、8、9、9、10とかじゃなかったっけ？で、今までゼルダってさ、まあ、結構そのファミ通側が忖度をして、最低でもね、9点。で、まあ基本10点つけるみたいなところが通例だったんですが、今回、下手すると初めて8点がついたんじゃないかな。まあそのことから結構ファミ通で8点ついてしまった。これひょっとすると知恵の借り物って相当クソゲーなんじゃねえかみたいな。あのファミ通がまさかゼルダに8点つけてるだと。それはやべえみたいな。かなり話題となってましたね。ただ実際買ってみると、まあ一部分はね、確かに課題はあるんですが、ただゲーム性であったりとか、まあ、さっきも言った通りストーリー自体はね、非常によく出来上がってる、仕上がってるゲームかと思いますので、まあ、そこのところはですね、しっかりと担保ができているのかなと思いました。ただ確かにね、ファミ通の点数もね、今回だけちょっと低かったんですよね。毎回絶賛しまくるみたいな、9点以上みたいな、っていうか9点でも珍しいみたいな感じだったんですが、まあ、今回まさかの8点がついてるって状況だからね。はい。まあやっぱりティア金とかブレイワイと比較するとみたいな感じで、まあどうしてもね、ゲームって相対評価となりますから、過去作と比べた時にどうだったのかって考えた時に、まあやっぱりちょっとこれは違うんじゃないかみたいな。まあこれはこれで確かに面白いんだけど、ゼルダってやっぱりこういうゲームじゃないよねみたいな。まあそういったポリシーも多少はあったのかなと思いました。まあ今お話しした内容というのが、メタスコアでもね、似たようなニュアンスのことが書かれていたりしましたので、まあやはりですね、メディア、ユーザー問わず、かなりね、こういったところには思い入れがあったりとか、あと先入観っていうところがとても強いので、やっぱり自分の理想像みたいなものがあるんでしょうね。ゼルダといえば、こうあるべきだみたいな。なんかここのね、こだわりとかについては、青沼さんもですね、突っ込んでおられましたが、まあとにかく、ゼルダファンの方は細かいと。で、特に設定を気にされていると。で、こちら、任天堂ホームページ記載の青沼さんのインタビューで、そういった指摘をたびたび受けているみたいな話がね、愚痴られていたりとか。なので、そのため、その、しっかりと矛盾がないかっていうところも確認したり、で、あと、YouTube の考察動画が非常に役立ってるみたいな。我々としてもあれで学ばさせていただいていて、日々ね、すり合わせをしてるみたいな。すげえな。YouTube の考察動画見てんだみたいな。まあ逆にそれをね、見なければわからないぐらい結構ね、設定が入り組んでいたりとか、細かいので、まあやっぱり逆に言うとそういったゲームをやっているユーザーは、より細かいんですよ。まあそのためですね、
やっぱりゼルダってこうあるべきだとか、こうじゃないとダメだみたいなね、まあ何かその信念的なものがありますので、まあ他のゲームとね、ちょっとファン層っていうところが結構異なっているのかなとは思いました。まあ特にその時系列であったりとか、まあ、過去に何が起こっていて、であとかつ伏線とかね、そういったところにもかなり細かいので、で逆にね、青沼さんも、YouTube の考察動画を見ることによって、解説動画を見ることによって初めて、その伏線に気づいたりとか、逆にその伏線が、動画で取り上げられているので仕方なく、伏線を回収するようにしたりとか、まあ、結構試行錯誤されてるそうなんで、なんかゲームを作るにあたっての一番の悩みってそこらしいですよ。面白くない？なんか伏線回収とか、そこのストーリーの辻褄合わせとか帳尻合わせみたいなところとか、矛盾がないかどうかみたいな、そこが一番しんどいみたいな。けどシリーズが出れば出るほどより複雑になっていくし、これってさ結構限界があるんじゃないかなと思いますので、まあいつまでねこういった展開ができるのか分かりませんが、ただまあゼルダの開発陣はそこはねかなり頑張っているそうなんで、まあだからこそ今回の知恵の借り物もですね、まあよく仕上がっていて、で気づいた方いるかもしれませんが、過去作に登場したフィールドが、ブラッシュアップされてリメイクされて、登場していたりもするので、で実際に過去作で登場した場所とかね、そういったところも多数出ておりますから、そういったところも探してみるのも面白いのかもしれません。でまあそこで登場したキャラとかね、敵とかも出ていたりするので、やっぱりそういったところも含めてしっかりと過去作でどういった状況だったのかってところもね、洗いながら多分作ったっていうところが見て取れるんじゃないかなと思いました。ただまあ今回はね、本当になんか昔のゼルダみたいな感じですよね。一昔前のゼルダみたいな。まあここ先は本当にブレワイとかティアキンみたいで、なんかもうオープンワールドみたいな、自由度みたいなね、アクション全振りみたいな、自身の判断にストーリーは委ねられるみたいな感じだったんですが、まあ、今回一気に変わりましたからね。そのおかげで、知恵の借り物、まあ、限定回帰ってわけではありませんが、まあ、非常にね懐かしい作品というか、昔の良かった時代のゼルダ、まあ、今ももちろんいいんですが、また違った目線でね遊ぶことができましたので、まあ、非常に良かったんじゃないかなと思います。またこの知恵の借り物につきましては他の動画でも語りましたが、これねゼルダメーカーなるものがね、ベースにございまして、まあ、最初はゼルダメーカーで開発を進めていたそうですね。まあ、ここの話っていうのも、任天堂公式ホームページ記載の開発者インタビュー、まあ、公式が、裏話っていう位置づけで語っていたお話ですが、それがベースになっていて、ただまあいろいろね、検討した結果、今回、知恵の借り物っていうゼルダが主人公となるゲームに書き換えたと、そういったお話がございました。まあ普通に考えるとゼルダメーカーの方が汎用性が高いので、まあ、特にマリオメーカーの成功もありますから、こちらの方がねより売れるんじゃないか、より万人受けするんじゃないかと思いましたが、ただまあ今回はね知恵の借り物っていう形で出したそうなので、ゼルダメーカーの、まあ、追加の、なんだろう、発売みたいな販売みたいなところはちょっとまだわからない状況です。まあゼルダメーカーってどうなんだろうな、結局。まあいろいろね語りたいことはたくさんありますが、今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。まあ冒頭でも言った通り、感想としましては非常に高評価が相次いでおりますので、まあただ低評価も若干はあるみたいな。でメタスコアについては86点程度で、前作と比べると10ぐらい減っていると。でかつファミ通のクロスレビューも若干悪いので、まあそういったところが若干気になりますけど、ただまあユーザーの評価はかなり高いかと思いますので、購入されてもね特に問題はないと思います。もし気になる方はコメント欄に、Amazon のリンクを貼っておきますので、ぜひねそちらをまずはご覧いただければと思います。ただやめ時分からず中毒性があるか、これはちょっとわかるかな。まあ、特に借り物のバリエーションも多いので、なんかもうちょっとねパズル系のゲームみたいな感じで頭ひねらないとクリアできないみたいな設計にしてもよかったかもね。まあ、正直これさ、何でもかんでもねある程度その強いというかよく使う借り物でゴリ押しでクリアできたりするし、で進めることもできるので、
なんかね、特定のものがなければこれ済むわみたいなところってないんですよ。まあそういった意味だとなんか女性向けとか子供向けかもしれないんだけど、はい。まあちょっとね、謎解き要素が足りないなとは思いました。はい。ってことでお疲れ様でした。ではまた、バイバイ。